織部は自分の心の中に特大の思いを抱えて過ごす生徒だったな。でも一点それを表に出した時には、世界でお前にしかできない方法で心に飛び込むことができる、そういう力を持ってる。その心の豊かさを大事に広げ続けてくれ。はい。お前の未来を聞かせてくれ。私は世界を変えれるような人になります。ていうか、こんな恥ずかしいことを口に出すつもりはなかったんですけど、その勇気を先生がくれました。その勇気をくれたおかげで、私たち本当に2回も同じ過ちを繰り返さなかった。私たちに犯したことにちゃんと向き合いました。本当に感謝してます。尊敬してます。なんでこんなに柊木先生のこと好きになっちゃったのかなってくらい、今は本当に大好きです。だから私も柊木先生みたいに誰かを守ったり助けたりできるような、そんな大人になりたいと思います。本当にありがとうございました。